の雲はなぜ私を待ってるの？教えておじいさん、教えておじいさん、教えて。アルムの森の木よ、よがらがらふふやふふりやふふ、はがらがらふふやらふふふふ。雪の山なぜバラ色に染まるの？あの風はどこに隠れているの？教えておじいさん、教えておじいさん、教えて。アルムの森の木よ、よらら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 、ぼぼ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 ぼ。
夢の中へ夢の道へ可愛い
国を知っていますか？ヨーロッパの屋根といわれる高い山、アルプスもそびえているところです。これは汽車はあったけれど、まだ飛行機も自動車もなくて、とても静かだった頃のお話です。女の子がいました。美しい少女です。いいえ、心の優しい少女と言った方がいいでしょう。そう、春の太陽のような暖かい心を持った少女です。暖かい6月のある朝、アルプスへ続いている山道を一人の婦人に手を引かれた小さな女の子が登っていきます。おばさんのデーテに連れられたハイジです。ハイジは5歳、みなしごです。まだ赤ちゃんの頃にお父さんもお母さんも亡くなり、今日までおばさんのデーテに育てられたんですけれど、今度そのデーテおばさんがフランクフルトというところに働きに行くので、アルムの山小屋に一人で住んでいるおじいさんのところへ預けられることになったんです。
山小屋へ行く途中、ハイジはヤギ飼いの少年ペーターと知り合いになりました。これみんなあなたのヤギ？いいえ、違うんです。ペーターは村のヤギを預かり、山の牧場へ連れて行って草を食べさせる仕事をしているんです。もうこんなものいらないわ。ハイジは山へ来てとっても楽しい気分になり、暑苦しい服も重い靴もみんな脱ぎ捨てて、爽やかな風の中をペーターたちと一緒に登っていきます。3本の大きなもみの木が風を受けて歌うような音を立てています。そのもみの木を背にして、おじいさんの山小屋は崖の上にポツンと立っています。さようなら、ベーターおばさん。じゃあ元気でね。ハイジを送り届けると、デーテおばさんはまるで逃げるように帰ってしまいました。さようなら。おじいさんは気難しい人でした。そのため村の誰とも付き合わず、一人で離れて暮らしているんです。村の人たちは教会にも来ないおじいさんのことを罰当たりな人だと言い、心よく思っておりません。しかしハイジには優しいんです。きっとハイジの素直な明るさがおじいさんの心を和やかにしたのかもしれません。うわあ、私ここに出ることにするわ。なんていい匂いなんでしょう。ハイジは屋根裏に素敵な香りのする干し草でベッドを作ることにしました。窓からは宝石のようなアルプスの星が見えます。もみの木の音はまるで優しいママの歌う子守歌です。行っておいて目を閉じて、夢の中へ夢の道へ、可愛いヤギもおやすみ。ハイジはペーターの口笛で目を覚ましました。もう山の牧場へ行くため村から登ってきたんです。牧場ってどんなところかしら。あ、待ってペーター、私も行くわ。初めて見る牧場はなんて素晴らしいところなんでしょう。一面に緑で覆われ、色とりどりの花が咲き乱れて、とってもいい匂いです。ハイジはおいしい空気を胸いっぱいに吸いました。うわー、きれいなんてきれいなんでしょう。花を摘んだりヤギと遊んでいるうちに、たちまち楽しい一日は過ぎて、風が夕暮れの鐘の音を運んできます。ヤギも空も燃えてるわ。素晴らしいアルプスの夕焼けです。山々が黄金色に輝いたと思うと、それがバラ色に染まり、雪も岩もまるで燃えているようになるんです。
短い秋が過ぎて冬になりました。山小屋はすっぽりと雪に包まれ、おじいさんと二人っきりの生活になりました。そんなある日、ペーターが雪だるまになってやってきました。ペーターのおばあさんがハイジに会いたがっているので迎えに来たんです。ところがペーターの家は貧乏で、今にも潰れそうなひどい家だったんです。おばあさんは薄暗い寒い部屋で糸を紡いでいました。おばあさん、私来たわ。おばあさんはハイジの声を聞くことはできても、顔を見ることはできませんでした。目が見えないんです。しかももう治る見込みはないって言うんです。ハイジは不幸せなおばあさんのことが自分のことのように悲しくなったんです。ねえおじいさん、お願い、ペーターの家を直してあげて。気難しいおじいさんもハイジの願いは聞いてくれました。ハイジがアルムの山へ来て3年が過ぎた春のことです。突然デーテおばさんがフランクフルトから訪ねてきて、ハイジを連れ出しました。おばさんが働いているうちの親戚にゼーゼマンさんというお金持ちがありました。そこには体の弱い一人娘のクララがいました。クララの遊び相手に健康な気立ての良い子を欲しがっていたんです。お城のようなお屋敷に着きました。デーテおばさんはハイジを送り届けると、すぐ働き先へ帰ってしまいました。ご主人のゼーゼマンさんは仕事の都合でパリにいて、お屋敷には娘のクララが大勢の召使いたちと住んでいました。クララはハイジより少し年上でしたが、体が弱く、しかも足が悪くて車椅子を離すことができません。それでハイジの来たことをとても喜び、アルプスの話を面白がって二人はすぐ友達になることができました。屋敷の中を取り仕切っているのは家政婦のロッテンマイヤーです。ロッテンマイヤーは全てにきちんとしなければ気の済まない厳しい人でした。そしてハイジの物怖じしない態度を礼儀知らずと思い、都会の暮らしに慣れないのをしつけのできてない悪い子だと思っていたんです。夜になるとハイジはアルプスやおじいさんのことを考えて、なかなか眠ることができません。私すぐ帰らなくちゃ。けれどいつ帰れるのかハイジには分かりません。ある日、ハイジは黙ってお屋敷を抜け出しました。いつも窓から見える高い塔に登って懐かしいアルプスを見ようと思ったからです。見えないわ、やっぱりお山は見えないわ。おじいさん、
それから 2,3 日経ったある日、ご主人のゼーゼマンさんがパリから帰ってきました。ロッテンマイヤーはハイジがクララの遊び相手には向かないと訴えました。しかしゼーゼマンさんはクララとハイジが仲良しなのを知って、しばらくクララのおばあさまに様子を見てもらうことにしました。おばあさまはとても上品で頭の良い方でした。ハイジを一目見て賢い気立ての良い子供だと見抜いて、とても優しくしてくれました。でもその賢いはずのハイジがさっぱり勉強しないのを不思議に思いました。そう、ハイジはアルプスのことばかり考えていたんです。ある日、絵本を見ていたハイジの目から突然大粒の涙がこぼれ落ちました。そこには牧場の絵が描いてあったんです。おばあさまは字が読めるようになったらその絵本をあげましょうと言いました。さあ、それからは大変です。家庭教師がびっくりするくらいハイジが勉強し始めました。おばあさまはもう大丈夫と思いました。毎日明るく暮らしているハイジでしたが、本当は前よりももっと強くアルプスを恋しがっていたんです。親切にしてくれるクララやおばあさまに悪くて、アルプスへ帰りたいとはどうしても言えませんでした。おじいさん、そしてとうとうハイジは病気になってしまいました。ゼーゼマンさんはハイジの気持ちを知って、早速アルプスへ帰すことにしました。ここからは一人で帰れるわ。懐かしいアルプスが目の前に見えてきました。ハイジは胸がジーンとしました。おお、神様、この子を返してくださったんですね。ペーターのおばあさんはとっても喜びました。おばあさんはハイジの声を聞くだけで幸せです。ハイジはきれいな服も靴もみんな脱いでしまいました。私、元のままで帰りたいの。ハイジはおじいさんのいる山小屋に向かって、夕暮れの山道をどんどん登っていきました。おお、ハイジ、おじいさんはびっくりしました。ハイジはおじいさんの胸に飛び込んでいきました。もみの木が歌っています。牧場もペーターも元のままです。ハイジはどんどん元気になっていきました。ハイジがフランクフルト行ってから、ますます気難しくなっていたおじいさんも、かわいいハイジが戻ってから神様に感謝したい気持ちになりました。ハイジを連れて教会へ降りていくと、デルフリ村の人々は驚いた顔をしましたが、そのうちみんな笑顔になっていました。おじいさんは思いました。
これから冬は村へ降りてみんなと仲良く暮らすことにしよう。アルプスへ帰った次の年の夏、クララがおばあさまと大勢の人たちに助けられてやってきたんです。さあクララ、これを飲んで。絞りたてのお乳よ、とっても体にいいの。ハイジはおじいさんと一緒に心からクララをもてなしました。クララは新鮮な空気と太陽の中でどんどん元気になってきました。ねえクララ、明日は牧場へ行ってみない？ここよりもっときれいなところよ。おじいさんに抱いてってもらえばいいわ。クララは初めて見る美しい景色にじっとしていられなくなりました。ハイジやペーターやヤギたちのように自由に歩けたらどんなに素敵だろうと思いました。さあクララ、歩いてみるのよ。さあ私の肩につかまって。歩けるわ。さあ立って。ペーター、こっちへ来て手を貸してちょうだい。さあ1、2、1、2。3人は夢中になっていました。みんなの顔に汗が浮かんでいます。そしてとうとうクララは歩きました。治らないと思っていた足が動いたんです。ゼーゼマンさんとおばあさまは涙を浮かべて喜びました。二人はハイジの願い事なら何でも聞いてあげようと言いました。私は何にもいらないわ。でもペーターのおばあさんに柔らかくて新しいベッドが欲しいの。もしも小さな小屋の戸が開いたら、待っててごらん。ほらあの子がかけて Yalla, 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 y